こんにちは、宅飲みグルメのオッケンです。ということで今回の動画なんですけれども、今回はですね、コメント欄で質問をいただいておりましたビールの注ぎ方、こちらをお伝えさせていただければと思います。ということで、自分はねビールを注ぐ時に二度注ぎというですね、2回に分けてビールを注ぎ方をしているんですけれども、それをするとですね、今流行りのすごいクリーミーな泡ができるんですね。ということで、まあ100分は一見にしかずということで、早速ビールの方を注いでいきましょう。さあ、ということでやっていきたいと思います。今回飲むビールはこちら、じゃん、キリンラガービールでございます。ということで、ね、大手ビールメーカーさんのビールの中ではですね、自分はキリンラガービールが一番好きということで、今回こちらでやっていきたいと思います。それでは注いでいきます。まず1度目はですね、高いところからビールを注いで泡を作ってあげます。いきます。こんな感じでですね、もう全部が泡になるぐらい泡を作ってあげます。で、高いところから入れてあげることによってですね、衝撃で細かい泡ができるので、そういった入れ方をしてあげます。で、なんでこのビールの泡を作るのが重要かっていうとですね、ビールはですね、この缶を開けた瞬間からどんどんビールの酸化が始まってしまうんですね。なので、この泡を作ってあげることによって、空気と触れる面積をなくしてあげて、ビールの酸化を防いで最後まで美味しくいただくという、そういった仕組みになってるんですね。またこの泡を作ることによってですね、この泡がですね、ビール特有の苦味だったりえぐみを吸着していってくれるので、口当たりがですね、すごいまろやかな、そんなビールに仕上がるというメリットもあります。で、そういったところからですね、逆にビールの泡を立てないように静かに注ぐことによってですね、炭酸が多く含まれた苦味の立ったビールに仕上がりますので、そういった味わいが好きな方はね、逆に泡を立てずに注ぐっていうのも一つのテクニックとしてありなんじゃないのかなというふうに思います。またですね、このビールのグラスに油分とかが残っているとですね、それがまた泡を消す原因にもなってしまったりするので、綺麗なビアグラスを使ってあげるようにしてくださいというようにですね、話しているところで泡が落ち着いてきましたので、ここから最後仕上げに入れていきたいと思います。あとこれ最後にゆっくりと注いであげますと、こんな感じですね、ビールの泡が盛り上がった、めちゃめちゃうまそうなビールが仕上がりました。見てください、ほら泡がプルプルしてるでしょ。すごいクリーミーな泡が仕上がってるっていうのがね、見て分かっていただけると思います。さあ、ということで、クリーミーな泡のビールができたということで、早速いただいていきたいと思います。乾杯。うまいな。いや、やっぱクリーミーな泡が立ったビールはいいですよね。すごい口当たりがね、まろやかな感じがして、すっごく美味しいです。そしてさらにね、今回ご紹介した二度継ぎよりもさらにクリーミーな泡を味わいたいという方はね、三度継ぎという方法がございます。こちらはですね、最初は二度継ぎと同じく高い位置からビールを注いで全て泡にして注ぐんですけれども、その後ですね、ビールと泡の割合がですね、5対5になったぐらいのところでもう一回ビールを注ぎ直します。で、さらにその後ビールと泡の割合が7対3になったところで、最後仕上げに注いであげるという注ぎ方になるんですけれども、こちらをするとですね、またより泡がクリーミーになると思いますので、そういった注ぎ方も試していただければと思います。で、逆にですね、二の次なんていうのは待ってられない、注いだらすぐに飲みたいという方向けにですね、基本的なビールの注ぎ方もご紹介させていただきたいんですけれども、基本的にはですね、ビールを寝かせれば泡が立たない、ビールを立てれば泡が立つというものになっておりますので、そういった形でね、調節していただければと思います。ということをやっていますとですね、一番最初に泡が立ってしまうと、その後ちょっと取り返しつかなくなっちゃうので、最初は寝かせて入れるのがいいと思います。寝かせた状態でビールを注いであげて、ある程度注いで、このぐらいでいいかなってなった時に泡を立ててあげると、ちょっとこぼれそうになっちゃいましたけど、そういった風にね、注いであげるとうまく注げると思いますので、ぜひ試していただければと思います。それではこちらの方もいただきます。いかがでしたでしょうか。ということで、ね、ビールの注ぎ方一つとってもね、その注ぎ方でですね、味わいが変わったりだとか、あとはね、綺麗にもっこりと泡が立ってると、それだけでですね、ビールがめちゃめちゃ美味しそうに見えますので、ぜひこういった注ぎ方試していただければと思います。この動画が参考になったら、グッドボタンとぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。さあ、ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。